お前たちの声に出されてくれんけど。
世代皆さんこんばんは。エアエースです。あのイオンのゲーセンで100円で取りました。あの僕の母親が。いやいやちょっとはいねおじさんの声だけで今回こうやって我々ステージに立っているんですけども。実は今日初めてみんなでリハーサル1時にやりまして、頑張りましたよね。いや我々も頑張っていきたいと思います。ではまだまだ盛り上げていきたいと思います。皆さん盛り上げていきましょう。Thank you.
中で乗れないもう本当にいや本当目の前にいてもらうと非常に心強いですよね。もっとぐらい本当ありがたいですね。ありがとうございます。こんな遅い時間まであと40分ぐらいありますけど40分50分ありますけどもそうね、まだ全然前半の真ん中ぐらい感じの状態でございます。まだまだ楽しんでいけます。知らないわ。今回ね、後ろにもありますけども、プロミスということでね、プロミスでやっておりますけども、今日、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当にプロミスということなんですけども、約束なんですけども、ここに本当に来れなかった方もいると思いますけども、その方へにもいろいろと気持ちを込めて一曲いきたいなと思います。では一曲いきます、心から I for you。
まありがとうございます。ですね、ここでですね、せっかくなんであのメンバー紹介をしていきたいなと思います。まずはですね笑うな。ドラムスパーシー。一言どうですか。いや本当に10時に残ってくれてありがたいですね。私あの実は一晩の目のアンシャンテで泣いちゃいまして、ちょっと嬉しすぎてですね、泣いちゃってしまったんですが、今汗拭いてます。はい、まあなんやかんやで7時から始まってもう3時間経っている状態で、一応我々まだ半分も行ってないんですが、今回、始まった経緯だけ説明させてください。まあ、これからメンバー紹介あるんですが、下手ギターの方アルさんという方なんですが、出会いはインスタグラムでフォローしてたら仲良くなっちゃったと。そして私が春に京都に旅行行った時に会いましょうということで会いまして、で10月に仙台に旅行にいらっしゃるということを聞いたので、ただの旅行じゃなくてライブしませんかっていうことで今回の企画が動き始めました。でそれぞれメンバー住んでるとこ違います。まあご自分で言うかもしれないんですが、ギターのアルさんは京都から昨日到着しております。でアリテギターシャチゾウくんはですね名古屋から来てます。で自分のことは自分で言う大丈夫自分で言います。で私はですね、私も仙台は地元で地元出身、仙台生まれ仙台育ちで、今日高校の同級生とかも見に来てくれてすごい嬉しい感じなんですが、まあすんげえ全然何もできないような頃から知ってるような友達が来てくれてですね、本当に嬉しいなと思っております。私今岩手に住んでまして、岩手から来たという形で、全然三重県の人いないやないかってなったんですが、ちょっと前にですね急遽メンバーがベースが出れなくなってしまったということで、こちらにいるですね、なんかもうメンバー紹介しちゃいますか。ドゥーさんを、ドゥーさん、ドゥーさんはですねずっと仙台で昔からバンド仲間という形で、ライブの 2,3 週間前に急遽の依頼を引き受けてくれ、普段はギタリストなのでベースも持ってないという状態の中ここまでやってくれてるということがありますので大変感謝しております。ドゥーさん、なんか一言あればそのまま回して。どうもドゥーです。僕はギターなんですけど、ちょっとパジさんから頼まれてちょっとベース弾いてたんですけれども、普段はさっきも言ってもらったようにギターやってるんで、今月の20日にスペースゼロというところでギター弾いてライブやりますんで、もしよろしかったらいらしていただけると幸いです。よろしくお願いします。もう言っちゃったので、じゃあはい、ではまずボンギターのアルさんです。はい、皆さんこんばんは。まあ、ご紹介いただきました、京都からはるばるね、昨日やってきましてですね、まあギターのシャチ君とは、まあ、京都名古屋区間ということでね、何度か、練習できたんですけど、本当にこのメンバーで音合わせしたのがなんと昨日今日っていうことで、ね、不安材料いっぱい抱えたままやりまして、で僕もね、実は、20年ぶりにちょっとライブすることになりまして、まあ、本当にこのきっかけをくれたねパジさんに今日はね心に感謝したいと思いますんで、皆さんパジさんに拍手をお願いします。はい、今は以上です。ではもう一人のギターのシャチゾウ君です。
何を話せばいいのかあれなんですけど、こう見えて口下手なので、昨日朝、名古屋から到着しまして、今住んでるところ名古屋なんですけど、血はゴリゴリの東北人で、地元が青森八戸で、で母親が、宮城県で陸なんですけど、なので、陸が第二のふるさとということで、おとといお昼の11時に出発して、昨日の朝6時に陸に到着するという過酷の中来まして、ほとんど寝不足があるようなないような。で昨日、パジさんと、インスタでは何度か やり取りしてたんですけど、昨日初めてこの生身でお会いして、練習して夜いきなり裸の付き合いって言って流線寺の湯って言ってきました。はい、オチがないんですけど、ね、僕オチ、うまくできない人なので、以上です。今日はどうもありがとうございます。そして僕と同じ東京、青森県ですね、青森宇宙、青森一のボーカリスト、はい、今日はですね、私ボーカルをやってるんですけど、普段ギターを弾いております。そうなんですよ、ちょっとアルさんから無茶ぶりを受けて歌えるだろうということで、今日一生懸命練習してきまして、今日朝青森から来ました。はい、ありがとうございます。皆さん、かわいい、かわいい。マネージャーのハムちゃん、何回言うんだよ、何回言うんだよ、さっきは聞けろ。分かったもん、分かった。ミスターフロント喋れ。ミスターフロント、人もよくない。最高の傍観だぞ。ありがとうございます。慣れてないんだよ。慣れてないです。あとはいろいろ言おうと思ってたことはあるんですけども、始まると全部が飛びましたね、今日はね。ですけども、気持ちで歌えればなと思って今ここにいます。はい、でもまだまだ盛り上がっていけると思うので、仙台の皆さんどうですか。じゃあ、愛することができるまま、 I'm not ashamed of my love.
You're the only one.
のボーカリストがいますので、ご紹介したいと思います。マックだぜー、モーボーカルミア、京都から来ました。よろしくお願いします。
初舞台で、初歌挑戦です。え、はい、うますぎる。いえ、ありがとうございます。すいません、恐縮です。いやいや、まだまだ緊張しております。最初、アルさんと一緒に行ったら、アルさん、湯が怖かった。すごい怖かった。多分ね、最初にみんな多分言ったと思うんですけど、インスタで知り合った仲間でね、今日の初顔合わせで、初音合わせでこんな感じで、素人ですが、こんだけ集まっていただきましてありがとうございます。Thank you.
ます。ありがとうございます。喋ります。次が最後の曲です。7時からやりまして、もう10時過ぎ。これからもうやる曲言います。ルナシーのウィッシュやります。出演者の方聞こえますか？聞こえてるぜ。出演者の方聞こえてますか？聞こえてるぜ。出演者の方ステージに上がってきてください。来てくれ。出演者の方々ぜひぜひ。来ないのかな？ライトオブナイフルマインのランさん、お酒になるかな。あれ当たらないかな。おっと来た。巷で有名西武学園の拓也くん。拓也学院長一言無茶ぶり。あ、どうも、スレール学園の創設者の拓也です。東京ドームにまさかの杉蔵氏本人から招集命令がかかったので、たくさん若いスレイブが東京ドームに集まると思うんで、もしよかったら、今ルナシーだって人も、前からルナシー知ってるって人も、今スレイブの人も東京ドームで会いましょう。イエーイ。無茶ぶりなのにありがとう。ダブル杉蔵モデルです。今日僕らがやってるルナシーの曲と、彼のやった曲、曲昔の曲、今の定番の曲じゃないですか。使ってギター真逆なんです。だから昔の曲をコラボライゾンって杉蔵さん初期の頃使っているんで、今の曲をこっちの B2 で見てるんで、それ逆なんです。面白い。あとはもう一つ知っていてると思いますけど、ちょっとして自慢。時間ない。さっきルナシーの話がありますけども、私は青森来ましたけども、ルナシーのライブが今月末ありますので、そこでも盛り上がっていきたいなと思って。仙台、最後に盛り上がっていきましょうか。行きましょうか、皆さん。仙台、最後に全員でかかってこい。かかってこい。ラスト。We'll be right back.
ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。ありがとう。マジさん、日本一の大きな拍手お願いします。皆さん、本当にお遅い時間までありがとうございました。ちょっとあの予定より長くなっちゃいましたけど、楽しんでいただけたならそれが一番でございます。